チャレンジレースで決勝戦を制しました野口大成選手です。完全優勝です。おめでとうございます。ありがとうございました。さあデビューして2場所連続での完全優勝、今どんなお気持ちですか？そうですね、まあ、結果として完全優勝してますけど、まだまだこれからなんで気をしっかり引き締めて次の別府競輪場で走りますけど、そこでも完全優勝できるよう頑張ります。ということは特別賞を狙ってということになりそうですね。そうですね、105期みんなデビューしてから頑張ってるので、これからも105期競輪界を盛り上げていけるような存在になれるよう頑張っていきたいので、これからも応援の方よろしくお願いします。さあ野口選手は私少し伺っていきたいと思うんですけれども、連日先行してまくって圧勝でしたけれども、自身の得意パターンというのはどんな走りですか？そうですね、自分の中では得意パターンは決めてないんで、自分が行けるところからと思ったから行きたいと思ってるんで、そんな得意パターンとかは決めてないです。まず勝ちに徹してということですね。目標にしている選手というのは？そうですね、学校卒業してから師匠を松川隆弘さんについてもらって一緒に練習させてもらっているので、早く松川さんと一緒に走れるよう頑張りたいと思ってます。それではこのシリーズ応援してくださった皆さんに今後の目標も含めてメッセージをお願いします。初めてコーチを走って、このコーチは父も得意だったバンクなので、ここで優勝することができて本当に良かったと思っています。これからも自力で精一杯頑張っていくので、応援の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました。